はい、どうも、りょうへいです。よろしくお願いします。と、はい、ということで、本日なんですけれども、いくらか野球道具を買いまして、まあね、ここの年末年始、以前もね、ちょうどここで撮影したかな。2年ぐらい前に、りょうへい、野球道具爆買いっていうのを、まあ年末年始買ったやつやったんですけども、まあそれの2022年末、23年始バージョンって言ったらいいのかな。まあ、ちょっと今年もいろいろとやってしまったので、紹介していこうと思います。でも、まあ言うて、買ったのってミットだけなんですよ。実はね、まあ野球道具と言いつつ、1個だけじゃないよと言ったところで、ちょっと今日は紹介していこうと思います。で、なぜまずミットを買ったのかっていうのが、去年の11月末に、ゾゾマリン、あの、カンクサの決勝、ラガーズの、があったじゃないですか。あれで、ちょっとやらかしまして、やらかしたというか気づいてなかったんですけどね。ベルトの留め具の部分が切れちゃってて、まあ、これはもう、ガタが来てると。で、モンターさんに応急処置してもらったんですけど、まあ、いつまで正直持つかわからないと。なおかつ、ウェブも、まあ、ちょっとずつ避けてきちゃったりとかっていうのがあるので、まあ、あれも19歳の時に、購入してるミットなので、まあ、だいぶガタが、来始めたということで、まあ、ちょっとこの度、新しいミットを、購入しまして、まあ、試合では、もうちょっとの間はやっぱ、寒いかな、使えるところまで使うというか、新しいミットが慣れるまではちょっと寒いで使っていくんですけれども、新しいミットちょっと購入して、それで今後は試合やっていこうかなと思いますっていうのが買った事情です。はい、じゃあまず一つ目紹介していこうと思います。はい、購入したミットがこちらになります。はい、水のプロです。水のプロの叫びです。叫びミット購入しました。これなんですけれども、ベースマン飯田橋本店の方で、購入しました。本当はグローバルエリート、の MR を買わせる予定だったんですが、ちょっと、まあ、グレードアップさせてもらって、水野プロの方を購入しました。で、なぜ MR にしたかっていうと、ラガーズのもう一人キャッチャー後輩がいるんですけども、島モデルのオーダーミットを使ってて、で、僕も MR ってもともと島選手だったり相澤選手だったりとかっていうのがあるので、まあ、ちょっと同じのを使いたいなってことで購入しました。っていうのがまず1個目のグローブです。じゃあ次2個目いきましょう。はい、こちら、はい、プロステータス世界の小林選手型です。これに関してはちょっとね、先日大学の時の友人とスポーツショップ巡りしてて、ちょっと最後にねベースマンに田川さんの方に行こうということで、まあそこで行って、なんだこれはと、この配色はやばくないかと思って、で僕ちょっとこれ大きいミットなんですけど、使ったことなくて大きいっていうのもあったので購入してみようかなぐらいと思ってたら、いつの間にかレジに並んでました。ということで、これに関しては軟式のプロステータス、小林選手型なんで292型かっていうやつですね。で、こっちの水のプロとちょっと比較した感じだと、大きいのは Z、 重たいガッチリしてるのはやっぱり水のプロといったような感じです。で、肩的にもこっちの方が親指芯が薄い、こっちの方が親指芯が厚い、といったりとか、ちょっとずつの違いはあるんですけれども、僕が今まで持ってきたスラッカーとか開拓屋選手モデルとか、今オーダーしてるディオミットとか GS ミットとか全部比較的浅めなんですよ。で、唯一カムイミットが、まあ、浅い方には入りますけど、ちょっと深めっていうようなミットだったので、今までちょっと深めのミットで使ったことがなかったので、やってみようかなと思って買ったのがこっち、一目惚れしたのがこっちっていうような感じです。まあ、なので、今日ちょっとね、まだこんなもんでがっつり閉じるわけじゃないんで、軽く、お互い数球ずつ受けてって、取れることは取れると思うんですけど、キャッチングっていうところまで行くのかって言ったら多分まだ行かないので、ちょっと鳴らし程度にやっていこうと思います。で、まあ、また後日ね、バッセンとかで、やってたりとか、まあ、家でもどんどんパチパチ叩いて、柔らかくしてって、いざちゃんとキャッチングができるようになったら、またそれはそれで、後日、公開しようと思います。さあ、2023年はカムイの後継者になるのはどちらのミットなのか。まあね、結果どっちも使ってきますけどね。まあ僕はピッチャーね、によって今までミット使え変えてたりとか、したこともあったので、まあ誰の時に誰を使うのかとか、この気分の日はこっちを使うのかとか、いろいろチェンジができるように今年はなるのかなといったところです。はい、まずは肩を直します。はい、ということで、まあ2つ大体 2,3 分ずつぐらいかな、動画的にはキャッチボールやっていこうと思います。それではいきます。はい、じゃあそれでは水のプロから受けていこうと思います。お願いします。初球から出るね、音いいっすね。はい、こあー、ダメだ、やっぱまだ硬い、まだ硬い。ここで取るとなる、やっぱ。おー、出るね。でももう一個のカメラ見てもらうと出てるんですよね、今のも。ちょっと出ちゃってるから、そこはやっぱ柔らかくしていかないといけないなって。
そう、柔らかくはなってるんですよ。ポケットがない、まだ叩いてないから。ポケット作ってきます。ちょっと重い音するね。なんでお前の方が音いいんだよ。うん、やっぱね、ずっしり感がある。ここ見てもらうと分かるんですけど、今まで僕ってそんなにやっぱ親指深いミットを使ってこなかったんで、ちょっとやっぱ焚き火で薄くなったといい当たる感はあります。おお、今の音いいね。今の音高かった。おお、ビタッと止まった。やっぱ深いから M1 だからオーソドックス型だけど、僕からしたら深いんで安心感はあります。響くね。まあ多分あっちから見たらまだ取ったとこからずれてるんだろうけど。ごめん、ほらこうなって動くボールには柔らかくなってないから、今みたいに動いたボールはちょっとまだポケットができてない分ずれるかな。だから一番いいのはやっぱパンチャー叩きまくりかバセ。はよっ、 OK。 じゃあ Z やっていきます。はい、じゃあね、続いてはプロステータス小林選手方の方を使っていきます。なる、なる、うん、正味今の段階だったらこっちの方が鳴る感じはする。あー、やっぱ動くわ。こっちの方が硬い。水の方がね、水のプロの方がやっぱね、革質の高級感は出る。で、ただプロステータスのミットの方が張りが出てる気はする。ウェブ取りダメ。そう、でも俺の場合は引っ掛け取りするタイプなんで、ウェブ取りもいずれはしていかなきゃいけないはすなんですよね。まあだからカムイミットがちょっと死んできちゃったんですけど、そこもいずれはちょっとポケット作ってやっていこうかなと思います。そうね、まだキャッチングにはまだ早いね。今年早めに肩直して、ひろとくん長津でピッチャーやりたいっていうか、まあ今年普通にピッチャー専念するみたいなんで、まあ僕もちょっと早く肩直してコールドミットのタッチでね、お手伝いできればなと思ってます。いや、なんでサイズ見せたの。サイズの方が甘いから。動くなー、まだ。でもね、やっぱ Z って芯が厚いってか硬い、皮が薄いっていうのがまあ僕の中であって、だから今取ってて補給感はやっぱありますね。来る感じがする。動くなごめん、早く鳴らす。OK。 最後いい音だったんで、ちょっと一旦終わりにします。はい、ということで今ね、水のプロ、プロステータスの方で、キャッチングをしてきました。取った感じ、片付け的にね、進んでたのがこっちの方なんで、柔らかさ、取りやすさって言ったら、まあ正直こっちの方があったかなと、いうような感じはします。各々の感想を言うと、やっぱね、ちょっと重さはあるけど、親指芯が厚い分、僕がね、まだ慣れてないんで、ここにやっぱり傷がたくさんある。今作っちゃったんですけど、補給跡があるんで、まだちょっと親指に当たっちゃってるかなと、いう感覚はあります。なんで、逆に言うと、しっかりとポケットを作って、そこで取れるようになれば、ボールが出てこないような設計にはなる。まあだから速球派のピッチャー向いたミットなのかなっていうような、感じはしました。まあ重たいしね、重たいしってガッチリ感もあるんで、まあこっちに関しては大きい大きい、まあ確かに大きいです。大きいんですけど、僕自身がちょっと浅めに片付けしてるっていう点だったりとか、本来は小林選手モデルって縦型なんですよね。なんですけども、まあ若干横向きに作ってるっていうのもあって、まあ横でもいけるし、まあ柔らかくなってくればこっち側も逆にこうやって縦で取りやすいんじゃないかなっていうのは感じるようなミットでした。でなおかつこっちはもう親指芯が、薄めなミットになってるので、まあここに関してはこれで取った後もまあほぼほぼなく、カムイミットのような補給感では
取れました。ただやっぱね、どうしてもまだ硬いんで、キャッチングっていう点まで行くにはちょっと時間かかるかなと思います。まあヒロとかね、今年ラガーズで、まあ本格的に、ピッチャーやりたいということで、なんかねグローブを注文してるみたいなんで、そこで言うまあといったところで、まあ僕も今シーズン前半とか、まあラガーズで今後キャッチャー今やるかって言ったら微妙ですけれども、まあ翔平とかでも、ね、もちろん投げることあると思いますので、まあそういったところでまあブルペンはもちろん受けますし、早めに肩直して、まあヒロと、バッテリー組めるようなところまでね、いずれは回復していければいいなとは思いますので、こちらの方も頑張っていこうかなと思います。はい、ということで本日は、こちら水のプロプロステータスのキャッチボールの方、やってきました。まあどんどん鳴らしていくので、引き続きちょっと動画出していこうかなと思います。はい、本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではあるしょー、はい、本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではあいしょー翔平TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ来て野球やろうぜー。